こんにちは。ディナー&ディム、アメリカ暮らしです。本日は、お買い物はその76、キャンプの準備です。という話です。車を買い替えて、やっとコストコでガソリンの給油ができるようになりました。そして、週末キャンプへ行きますので、キャンプの準備をしたという内容をお届けしたいと思います。映像の方はね、コストコの場所でありますが、今までね、ディーゼルエンジンの車を乗っていたので、ここのコストコで、ディーゼルエンジンで給油してたんですね。それがね、8ヶ月前ぐらいから、販売をやめてしまったんですね。でそのため、8ヶ月ぐらい、ここのコストコで、給油するということがなかったんですが、まあ、車がね、今度ガソリンエンジンということなので、ガソリンをね、入れられるようになりました。まあ、これはね、近くのお店で入れられるというのはありがたいですよね。今までね、ちょっとね、隣の隣町行って入れてましたんでね、まあ、非常にありがたいことですね。で今見てお分かりの通り、どうもね、車、アメリカの車の給油する、まあ、場所ですよね。車のね、左側がどうも多いようなので、この給油所で並ぶときには、どうしても右側に並ぶ人が多くなっちゃうんですよね。ですからね、まあ、空いてるのは逆ですから、まあ、しょうがないと思って今回は空いてたので、そちらに並びました。で大きい車なんでね、給油するときにホースをぐっと伸ばしながら入れればね、反対の、まあ、レーンでも問題なく入れられるんですけどね、小さい車だったらもっと簡単なのになと思うんですが、いやね、なかなかアメリカ人はそういうね、融通って聞かないというかないですよね。もう自分がね、世界一と思ってもらっしゃいますからね。まあそんなわけでね、なんとか給油をすることができました。まあこれでね、キャンプもね、多分行って帰ってこれるかなと思います。そしてね、次はコストコに中に入りまして、今日ね、買いたいと思っているのは、週末キャンプでバーベキューをしようということなので、そこでね、焼くためのお肉、これをね、買いに来ております。で物はね、ワシントン州の和牛というものなんですよ。で前にも何回もお伝えしていると思うんですが、このね、まあ私が欲しいと言ってる部位なんですけれども、どうもね、週末しか売りに出てないみたいですね。ですからね、キャンプ行く前の日に、買い物行きまして、なんとかね、それを買ってキャンプ場へ持っていきたいということでね、今日は、いつも野菜売り場に行きますけれどね、一目散に、牛肉の売り場へ行きました。で前回はね、正面の方に置いてあったんですが、今回はね、このね、右側に置いてありましたね。しょっちゅう置く場所を変えますのでね、これ結構難しいですね。まあね、それを、まあ、買っていって、まあ、お家の方である程度下処理をして、まあ、ジップロックに詰めて、まあ、持っていくという、まあ、そんなことをね、しなくちゃいけないということで、やっとね、念願のワシントン州の和牛をね、買うことができました。そしてね、次に向かうのは、コールズというデパートです。それでね、コールズというデパートに行くわけではなく、そのコールズというデパートの中に、アマゾンの返却所があるんですよね。で、最近ね、アマゾンでちょっといくつか買い物した中にね、やっぱりね、不良品があったんですよ。ですからね、もうこれ不良品でね、交換してくださいなんて言うとすごい時間かかりますので、もう返すというのがやり方ですね。で、ご覧の通りね、テントを買ったんですが、テントのポールのね、片方にキャップが外れているというね、キャップがなかったですね。それからね、ボディに引っ掛ける、まあ、ものですけど、L 型の先のね、キャップもないというんでね、
いやー、もうちょっと品質管理しっかりしてほしいなと、本当そう思うんですけどね。まあね、こればっかしはね、無理ですね。まあね、日本のお店だったらね、もうしっかりこういったところはね、うまくコントロールしてると思うんですが、ここアメリカはね、これが当たり前です。で、まあね、先ほども申しました通り、部品を取り寄せるっていう方法もあるんですけども、結局それやってもね、また一週間後とか言われるんで、そんだったらもうすぐ返しちゃった方がいいんですよね。で、同じものをね、また頼んでもよくて、そうしますとね、2日ぐらいで戻ってきますのでね、エクスチェンジ、取り替えって全然機能してないですよね。まあ、そんなわけでね、こちらは、とにかく不良品が出た場合は、とにかく返してしまうと。で、理由の方もね、しっかり、こんなになってたからこれは返します。まあ、どんな理由であっても、返せるというのがこのね、Amazon のいいところなので、まあ、フリーリターンと書いてあるものしか私はあまり買っていません。まあね、そんなわけでね、キャンプ用品を返しました。そしてね、次に向かったのは、いつもご紹介しているトレーダージョーズです。こちらはね、オーガニックのいろんなね、食材が買えるお店ですので、キャンプということでもなくても、こちらの方ね、よく利用しております。で、今日は、ここでね、ちょっとキャンプ行った時のね、3時のお茶の時のお茶受けに、日本製のね、おかきが売ってるんですよ。前にも紹介したと思うんですけどね。それがね、結構ね、お気に入りなので、それを買ったのと、まあ、ある程度いくつか小物をね、こちらの方で購入しました。まあね、大体これでね、明日出発する週末のキャンプは、物が揃ったかなという、そんな感じがしますけれどもね。また何が足りないかわからないです。まあ足りなかったらね、今回は、まあどちらかというとそんなに、ど田舎ではないので、お店もたくさんあるところなのでね、また行く途中で調達してなんとか間に合わせるということも可能でありますのでね、とにかくこれで、自宅の方へ戻るということで、車を走らせております。さてね、これがね、買ったワシントン州の和牛です。でね、これはね、パウンド8ドルって言ってね、結構安いんですよ。で、そりゃそうなんですよね。脂身はね、あります。筋はありますしね。はっきり言って、これをただ切っただけで焼いたところでね、決して美味しいお肉じゃないんですよね。それをね、丁寧に筋とか脂を切り取ってですね、美味しいところだけをまたね、一口サイズにスライスしてジップロックに詰めて、そしてね、キャンプ場へ持って行ってバーベキューをすると。で、やはりね、炭で、バーベキューって美味しいですよね。だからね、そんなにね、おしゃれなね、パウンド25ドルとかそんないいお肉をね、買う必要はないですし、またね、このね、和牛がね、柔らかくて美味しいんですよね。ですからね、とにかく、筋に従って、どんどんね、切っていって、そして筋は取って、それからさらに、脂身もね、落としていくという、そういうね、作業がね、必要ですよね。まあ、こうやってね、手間はかかりますけどね、どん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 切っていって、いらない脂は落とす、それから、筋はね、全部剥ぎ取ると。もうね、赤身肉がついたって気にしません。どんどんね、切ってしまいます。で、本当にいいところだけをね、バーベキューで食べるということで、切り分けを今しているところですね。でね、この切り分けで残っちゃったやつどうするかっていうとね、これはね、ミンチにしちゃうんですよ。で、これがね、ひき肉する機械ですが、これでね、ミンチにして、まあ、ハンバーグにして取っとけば、またこれはこれでね、別に使えるという。まあね、そんなこんなの、キャンプの準備でございました。ご視聴ありがとうございました。
それではまた、ティナ&ティム、アメリカ暮らしでした。